京大牛久は、走ることをモットーにして速攻を出せるようなそういうチームです。はい、新人戦は、今まで練習してきたことを出せるように一つでも多く勝てるよう、しっかりと走って、速攻をしっかり出して勝ち進めるように頑張りたいと思います。今まで頑張って練習してきたんでしっかり結果が出せるように頑張るんでぜひ応援してください。よろしくお願いします。地区大会が終わって、いろいろな体調不良等もありましたが今はもう一度基本的なことを確認している段階ですので仕上がりとしてはまだまだ準備段階のところにあります。新チームができてからずっと声をかけてきた現在部員28人いるみんなで戦うということを県大会でもしっかりと見せてほしいなと思います。県大会頑張るぞ。おー